フランソワ・デュペイロンは、フランスの映画監督、脚本家。IDHEC を卒業後、20代の時から短編映画の制作を始める。1978年の短編映画、エル・オーニエールで、セザール賞を初候補。1984年の短編ドキュメンタリー、ラニュイチュヒボーでは、同賞の受賞も果たすなど、ドキュメンタリー作家として、頭角を表す。 1988年、カトリーヌ・ド・ヌーブとジェラールド・パルデューの二大スターを主演に迎え、夜の巡り合いで長編映画監督デビュー。この作品でセザール賞の第1回監督作品賞の候補となる。同年に撮った短編映画で二度目のセザール賞も受賞している。1999年の美しい人生ではサンセバスチャン国際映画祭のコンペティション。 部門最高賞にあたるゴールデンシェルを受賞。同映画祭ではこれ以後も、イングエラジ、魂を治す男の2作品を出品している。2001年の、将校たちの部屋で初めて、カンヌ国際映画祭のコンペリィションに選出。この作品は、フランス国内で70万人を動員し、デュペーロン最大の工業的ヒット作となった。セザール賞でも、作品賞。 監督賞の候補を受け、名実ともに代表作となっている。全8部門の候補のうち、助演女優賞と撮影賞の2部門にて受賞した。第60回ベネツィア国際映画祭で、プレミア上映された2003年の、イブラヒムおじさんとコーランの花たちは、往年の名優オマー・シャリフを主演に迎え世界20カ国、以上で、劇場公開、シャリフはこの作品で、 セザール賞を受賞し、アメリカのゴールデングローブ賞やスペインのゴーヤ賞と、フランス国外の映画賞でも候補となった。2008年の頑張ればいいこともあるわは、東京国際映画祭のコンペティション部門に出品し、芸術貢献賞を受賞。2013年には遺作となる魂を治す男を発表し、同映画祭で上映された際の Q&A では、 この作品で引退すると述べていた。2016年、長年の闘病生活の末、死去、去年65、ありがとうございます。